ホーム一駅ランド方の河内岩船駅は大阪府方野市森南一丁目にある西日本旅客鉄道片町線の駅である。駅番号は JRH30K 半方の線との乗り換え駅となっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅になっている。八両編成対応分岐器や絶対信号機をたないため、 停留所に分類される。両ホームにエレベーターが設置されている。駅舎は下り一番乗り場側にあり、上り二番乗り場とは地下通路で結ばれている。下りホームにあったキオスクは2016年春に閉店した。直営駅かつ移行か利用可能駅。日中時間帯は1時間あたり、区間快速4本が停車する。朝夕ラッシュ時は快速、普通電車も停車する。 大阪府東京年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。東駅と河内森駅の位置関係駅から南へ約300メートルのところに、京阪片野線の河内森駅があり、東駅の生誕情報を京阪片野線が通過している。1948年5月1日までは、 当駅との接続駅として、京阪神岩船駅があったが、河内森駅の使用再開と同時に廃止された。なおこの駅は当駅の開業と同時に、議田岩船駅として新設され、後に、高田岩船駅、京阪神岩船駅と名称が変更されている。駅名はこの神社が由来である。当駅には、京阪バスが乗り入れている。バス乗り場は駅舎前のロータリーではなく、 線路を挟んだ駅舎と反対側のロータリーである、京阪神岩船駅に関するカテゴリー、ありがとうございます。